と土日に考え続けてたんですか？まあ、インパクトは。ラプリ発作でもあるんじゃないです？何涙ぐんでるんですか？いや、泣けるかもしれませんが。何なんですか、いきなり。 B 級感満点です。いけてません。毎朝毎朝飽きませんね。嫌がらせですか？普通なんですけれども。 いえ、おはようございます。そんなことあるわけないです。コタロウくんは期間中は黙々と勉強してたし、
ただ目は死んでた。書き込み一つで大騒ぎだったことは記憶しておらぬか。いたずら書き込みどうなったかね。でも小太郎くん、ネットは。それはクールな方針なんだけどもね。それバックするトラックの空耳。だって言ってたのに。これじゃあ導火線の短い人だよ。どうしてこんなことしたの？おバカ。ネットでの無知は断罪されるべきものよ。まずは続きを読んでみなさいな。
それは。嵐じゃ、嵐が来ておる。愚かしきこと。言ってないよ。そんな精神状態で直に会ったらダメでしょう。ネットの問題はネットで解決しようよ。さっさと謝ってとっとと終わらせた方がいいと思うんだ。何する気？吉野くんを連れて行く腹積もりなんだ。無理じゃないかな。でもここで頭下げないと学校中からソース感食らうかもだよ。きちんと謝ればきっと通じるよ。これなら誠意も伝わるよ。だといいわね。だから恐喝。天王寺、天王寺、書き込みあり。試験も終わったばかりで退屈なのでしょうね。うちの子たちのお祭り騒ぎ好き、相当なものよ。太郎くん、え？いけない。邪悪なものを召喚しようとしてる。ギャルパンチ。怒りで我を忘れていたみたい。もう大丈夫だよ。そうだね。ついでに初対面に対する態度でもないね。きっとかわいそうなんだよ。だから許してあげなよ。
書き込みよ、天王寺。粘着する気のようね、この一年。でも会長さん、私不思議です。どうして他のコメントつけた人たちはこの一年生のことを叱らないんですか？よくいる輩だからでしょ。いちいち相手をしても仕方がない。それに部活をしている公的な立場とただの書き込みとでは適用する倫理の重みに差が出るのは仕方がないこと。そうですよね。実際はここまで好戦的じゃないはずだよ。だって私生活でもこんなだったらとっくに有名になってる。そうね。今年の1年生でそんな素行の悪いものがいるとは聞いていないもの。ネット弁慶、ネットヘラクレスの類と見て間違いはないでしょう。勝手に略さないで。まさか会う気？それ喧嘩って言う。だけど暴力を振るったら。それは良き言葉。うん、綺麗だと思う。会長もそう思いますよね。ええ、とても綺麗事だと思うわ。そう、でも心配。小太郎くん、たまに理性を手放すことがあるから。理性とゴミのポイ捨ては良くないことだよ。え、怖い。こんな痛いこと書く人だもの。もふー、そこまで言うのなら。特定しろというの？できないこともないが、あまり便利に使われるのは好まないわ。どうだか。わかったわ、一年 C 組の。うちのネットワーク管理は教員でね。すごか権力体。敵に回さないようにしなきゃ。一度言ってくれ。
上等だ。いい加減てめえとの馴れ合いにも飽き飽きしていたところだ。同感だな。いいぜ、受けてやる。場所と刻限はどこで散りたい、申し込んだ側が決めていいぜ。嬉しいぜ天王寺。こいつはなかなかの申し出だ。こいつはヘブンだ。当然だ、断る理由がねえ。さあどこへなりと連れて行きな。そして俺の闘争本能を戦いの熱波で焼き付かせてみろ。一年どもの会じゃねえか。こんなとこで追っ始めようってのか。なことはねえが、一年なんざどうでもいいが、教師どもが来たらうぜえぞ。そいつは確かだな。まさかてめえに硬派を解かれるとは思わなかったぜ。天王寺、こりゃどういうことだ。こいつはいい。だがこの一年はどうしたことだ。勝負にどう関係する。ねえな、こいつはそういうやつじゃねえだろ。見ればわかる。血に飢えた狼の気配はわかるもんだ。こいつは平和な世界で自分らしく生きりゃいいタイプだ。説明しろ天王寺。ことと次第によっちゃマジで弾くことになるぜ。関係なやつ巻き込んでんじゃねえぞこら。俺には関係ねえはずだ。なんだその意味不明な式もどきは。
おい一年、てめえ俺が憎いのか。だろうな。ち、また時間を無駄にさせられたぜ。
脅かしたんだね。ネタを提供させたそうだけど、そちらの方はまともなのかしら？ほいじゃあ、どうする？初調査だね。ツチノコ？ツチノコは満腹の蛇。ツチノコは手品。未確認の動物はいても、その中にツチノコはないでしょうね。あれこそ、まさに流言飛語。おや、素直。具体的にはどうやるの？校内のことだしね。ツチノコ目撃報告、確かに最近よく耳にするわね。これからすぐに行けば人も残ってるかもね。行ってらっしゃい。いや、とても面倒。二人で行く？いやよ。嫌のうち。純度 100% の拒否。キモいわ。青春なんて言葉、今時流行らないんじゃなくて？地道な作業になるのでしょ？どうせ無駄骨を折ることになると分かっているのに、なぜわざわざ疲れるようなことをする必要があるの？交渉は受け付けないのよ。そんなことは理論的には起こりえないわ。起こりえないわ。毎日戦場に出ているもの、戦場の魔女なのよ。ワンプレイで500キロカロリーくらい消費をしている心構えよ。煩わしい。分かったわ。付き合ってあげる。ただし、私は見ているだけ。では15分後に中庭で合流しましょう。